ダントフールとサーキットで開催されている F1 第15戦オランダ GP の予選では、マクラーレンのランドノリスがポールポジションを獲得。自身でも納得の走りができたと喜んだ。マクラーレンはサマーブレーク明けの1戦目となるこのオランダ GP で、5月のマイアミ GP 以来となる大型アップデートを今季マシン MCL38 に投入。 王者レッドブル勢を上回る活躍を見せた前半戦終盤から、さらに一歩前進しようと試みた。その後押しもあり、ノリスは93最後のアタックで1分09秒673をマーク。レッドブルのマックス・フェルスタッペンに0.356秒差をつけて今季3回目のポールポジションを獲得した。素晴らしい一日になった。 サマーブレイクから戻ってきて、ポールからスタートできるのは良いね、とノリスは言う。正直、すごいラップだった。予選は常にスムーズだったし、良いラップを刻めた。特に最後のラップはね、それがいつだって最も重要なんだ。チームはよくやってくれたし、今日は満足している。オランダ GP は初日から天候に恵まれず、 予選でも風が強くサーキットに吹きつけていたが、ノリスは突風の影響を認めつつも、MCL38 を快適に感じられていたと明かした。痛め以上に難しいと思う。トリッキーだしコース上は簡単じゃないから、みんな文句を言っている。マイラップ、何が起こるかどうかわからないし、どこまでプッシュできるか、どこが限界なのかもわからないんだ。 とノリスは語った。でも結局、それが僕らの仕事だ。簡単じゃないけど、僕は快適に感じられていた。マシンのフィーリングは素晴らしいよ。そしてノリスは決勝に向けて、2番手から出走するフェルスタッペンとのバトルになるはずだと予想した。明日が楽しみだ。タフなレースになると思う。バックスは週末を通して早かったし、今日は彼を打ちまかしたけど、 まだ2番手にいる、とノリスは言う。彼とは良いバトルになるだろう。特に、オランダ GP は、彼のホームレースだ。だから楽しみにしているよ。